バルト・カイトは、エストニア出身の元大相撲力士、格闘家、実業家、政治家、タレント。血液型は A 型。単にバルト、またはカタカナでバルトとも表記される。スウェーデン系エストニア人。バルト・カイトは、力士時代の宿命であり、バルトは母国エストニアが面するバルト界から、カイトは、本名のカイドの音に、日本で素晴らしいものを掴み母国に凱旋して、 欲しいという願いを込めた漢字を当てて、当時の三穂が関親方が名付けた。大相撲力士としては、三穂が関部屋に入門し、その後尾野部屋に移籍した。史上初のエストニア出身力士で、最高位は東大関、得意技は、右四つ、左四つより、投げ釣りであった。2012年1月場所に、初めての幕内最高優勝を成し遂げ、 一時は、綱取りに挑んだこともあったが、故障などが響いてその年の十一月場所限りで、大関から陥落し、番付を下げた末に二千十三年九月場所前二十両の地位で現役引退となった。引退後は、オフィス北野に所属し、タレント及び格闘家として活動していたが、政治家を志して二千十八年に、祖国エストニアに帰国し、二千十九年三月に、 エストニア議会の総選挙に出馬し、一旦落選するも3月19日に繰り上げ、当選した。2008年9月1984年11月5日に、ソビエト連邦のエストニアソビエト社会主義共和国例ネビル県イケン大マーリア軍、エバベレ村で、二男一女の次男として誕生する。生後間もなく、現在も、実家のある同県ラクベレ軍ロフ村に移って、 幼少期から成人までを過ごした。日本相撲協会の公式プロフィールなどにおいては、ラクベレを出身地としている。柔道経験者であり、18歳の時に本人曰く、出場選手4人とのことであるが、柔道エストニアジュニア王者の栄冠に輝いた。一方で早くに父を亡くして、生活苦にあえいでいたこともあり、バーの警備員を務めていたこともあった。また、 その優しい性格と太り気味の体格からいじめを受けていたとされている。相撲との出会いは12歳の小学6年生の時である。相撲の国際的な普及を図る国際相撲連盟の理事夫妻がラクベレを訪れて相撲の指導を行った際、多くの子供が初体験の相撲に戸惑う中、ホーベルソン少年だけは目を輝かせて相撲を取っていたという。後に、 バルトもこの日のことをなんで裸になるんだろうと思ったけど力と力の勝負が本当に楽しかった。今思えばこれも運命でしょうと実感している。以来自宅から車で10分ほどの場所にある相撲道場桜で稽古を積み重ねて相撲の基礎を築いた。バルトはこの夫妻を今も日本の両親としたい大相撲への入門もこの夫妻と国際相撲連盟の 会長の尽力があって実現したことであった。スピード出世2004年5月場所にて、初土俵を踏む。序の口、序二段と2場所連続で優勝するなど、スピード出世で、2005年7月場所では、西幕下6枚目で5勝2敗という成績で、同部屋の白石と同時に重量昇進を果たした。初土俵から所要8場所での、新重量昇進は、小西木と並ぶ。 史上3位体のスピード出世であった。その9月場所では優勝した豊ノ島に唯一の黒星をつけている。翌11月場所は量にし4枚目に躍進し、史上最速の前相撲からの所要10場所での新入幕を十分狙える位置にあったが、場所初日に急性中水炎を発症し、全球翌2006年1月場所では幕下に陥落した。 幕下では6番相撲を終えた時点で全勝が1人となる幸運も重なり、中水炎の手術時に施された全身麻酔の後遺症から思うように体が動かない中、7人による優勝決定戦を制して幕下優勝1場所で重量に復帰した。翌3月場所では北の富士以来43年ぶり4人目となる重量での15戦全勝優勝を果たし、 市場に痛いとなる所要12場所での新入幕を決めた。この場所千秋楽の全勝優勝インタビューにて解説、北の富士から北の富士賞が送られ、横綱、横綱の声が出るなど、当時から早くも横綱昇進を期待する声が上がっていた。怪我に苦しむ新入幕の2006年5月場所は序盤で2敗を喫するも、そこから、 素質の高さを見せて勝ち進み13日目終了まで2敗をキープする。最終盤の2日間は、この場所優勝を争った関脇、宮城山と大関、白鵬に連敗を喫したが、11勝4敗で優勝時点の成績を収め、自身初の参勝となる関東賞を受賞した。前相撲から13場所目での参勝受賞は、栃地あずま、古藤欧州と並び史上最速である。 また、この場所の千秋落で三役戦闘を行ったが、新入幕でこれを務めた力士は1973年、9月場所の大西紀以来33年ぶり、史上二人目のことであった。また、前相撲から13場所目でのこれより三役出場も、古欧州を抜いて、史上最短の記録。この時、あまりの出世の早さが影響して、大伊調が祝えなかったため、 ちょんまげ姿で揃い踏みを行った。2006年7月場所はかねてから熱望していた、自身より背の高いことを州との対戦が実現し投げで、振り回した後により切り勝利。2006年9月場所は、東前頭筆頭まで進み三役昇進を期待されたが、上位陣に対して苦戦し、10日目の宮城山との取り組みで寄り倒された時に左膝を痛め、翌日から休場した。 これ以降しばらく怪我に苦しむことになる。二度目の重量優勝を果たし、わずか一場所で幕内復帰を果たしたが、七月場所初日の土佐の海戦でまたも左膝を痛め2二日目より休場。しかし、再度の重量陥落となった九月場所で他を寄せ付けず、三度目の重量優勝を果たす。十一月場所は二度目の帰り入幕ながら、前半戦から好成績を上げて、 優勝争いに加わり、関東賞を受賞した。それ以後は、引退する場所前まで大きな怪我もなく、幕内に定着していった。上位定着大関取り、翌2008年1月場所では、7勝8敗と15日間解禁での負け越しを初めて経験した。しかし、同年の3月場所では12勝、7月場所でも西前頭5枚目の番付で10勝5敗と2桁勝利を、 あげた。この場所では上位陣に負け越した力士が多かったために、翌9月場所では初の三役となる小結昇進を果たした。この場所は9日目を終えて2勝7敗と非常に危なかったが、終盤奮起したか強さを発揮、残り6日間を全部勝って8勝7敗と見事、勝ち越し、11月場所では関分け昇進を果たした。その場所も勝ち越して、 翌2009年1月場所は東関脇に昇進した。5月場所は大関以上に全敗し、自身最低の4勝11敗という成績で4場所連続で在位した関脇から陥落してしまった。そればかりでなく、千秋楽の千代大会戦での明らかなダイビングが無気力相撲であったとして、師匠を通じて注意処分を受けた。西前頭3枚目に下がった7月場所では、 序盤から好調で11勝4敗、3勝十勝はならなかったが、翌場所の三役復帰を果たした。大関取りの話題が大きくなった時期は2009年9月場所だった。この場所バルトは大関全員に勝つという偉業を成し遂げるが、これは1986年の星以来のことであった。優勝争いの方も、 13日目まで2敗と、両横綱を追走する立場だったが、14日目に、各竜に敗れて3敗目となり、優勝の可能性は消えた。それでも12勝3敗の成績で、関東賞を受賞し一躍注目を浴びた。しかし、11月場所は9勝6敗と一桁の勝ち星に、終わり、来場所は、かなりの対象ではないと大関になれないとの声があった。 大関昇進の望みもあった2010年1月場所では7日目に白鵬に初めて勝つ主君の星を挙げ、また白鵬の連勝を30で止めた。初優勝と大関昇進も期待されたが10日目に豊ノ島11日目に朝昇流に敗れて3敗となってしまった。その後は千秋楽まで連勝を続け12勝3敗、初の主君賞を受賞した。また、 直近3場所の勝ち星の合計が大関昇進の目安となる3役の地位で合計33勝に達したものの場所後は昇進の話題すらほとんど出ないままだった次の3月場所を迎えるにあたり審判部の友綱審判部長はバルトの大関昇進に必要な星の目安が13勝以上であるとの認識を示したがこれは 三役三場所三十三章以上の基準を一勝上回る条件であった。その三月場所、バルトは、場所前に、左手親指の人体を損傷し、場所後の大関昇進は不安視されていた。しかし初日から、圧倒的に強いところと懐に入られる、危ないところの両方を見せながらも、突き押しに著しい心境を見せて勝ち進んだ。 11日目の白鵬との一番は何もできずに、敗れたが、白鵬と千秋楽まで優勝争いを繰り広げた。優勝こそ逃したが、大関以下の力士を全員破る14勝1敗の成績で終えて、昇進基準を上回る成績を残し、場所後の大関昇進が確定的になった。時点として14勝1敗を記録するのは、 優勝力士が全勝の場所に限れば1994年、7月場所の若の花以来16年ぶりのことである。さらに、この場所は5度目の関東賞に加え、月押しが評価されて、初めての技能賞を受賞した。千秋楽の琴とみきとの相撲は、立ち合いの突っ張りで相手を突き起こしておいて、右上手と左前ふんどしを取って引きつけ、一気に寄り切るという内容で、 解説者の北野富士勝昭や元 NHK アナウンサーで、相撲評論家の杉山国博が、技能賞にふさわしいと、太鼓板を押す内容であった。3月31日、大関昇進が決定。昇進伝達式での向上は、謹んでお受けいたします。稽古に精進して、栄誉ある地位を汚さぬ、よう努力いたしますであった。近年は、 伝達式の工場に四字熟語を用いる力士が多いが、バルトは自分が理解していない言葉を使っても意味がないという理由で四字熟語は用いなかった。大関昇進幕内発優勝トーマス・イルベス大統領から白星勲章3等を受賞される。新大関として出場の2010年5月場所前半戦は初日から7連勝したものの、 中日8日目の閣流に敗れて、初黒星。9日目に勝ち越したものの、10日目から3連敗を、喫するなど後半戦は失速、結局10勝5敗に止まった。続く7月場所は2日目から連敗するなど序盤派に乗れず、その後持ち直して11日目に勝ち越しを決めたが12日目から4連敗を喫し8勝7敗に終わった。 9月場所は8日目まで7勝1敗と好調だったが、9日目、海洋に敗れてからは失速し、9勝6敗に終わった。11月場所は11日目まで10勝1敗で、優勝争いに加わったが、12日目で平幕の豊ノ島に深くを取り2敗と交代、その後は14日目白鵬に、千秋楽海洋に連敗し11勝4敗だった。翌年月場所は、 初日破れた後9日目まで8連勝とし、優勝争いに加わるも10日目から3連敗するなど、失速。先週落もこと欧州に敗れ9勝6敗に終わる。同年、3月場所は、大相撲やお帳問題により開催中止となった。同月、東日本大震災の直後から許可なく、地方へ行くことを禁止されていた中で、大阪市内の繁華街を、 ジャージ姿で出歩いていたことが問題視され、教会から厳重注意を受けた。2011年5月技量審査場所では、3日目の合営動線で上手投げで破れた直後、記者陣に対して遊びの場所みたいと問題発言、翌日理事長室に呼ばれ、離れごま理事長らに厳重注意の処分を受けた。同場所は12日目まで1勝2敗だったが、翌13日目から3連敗を喫して、 またしても、優勝争いから完全に脱落となった。2011年7月場所は白鵬に勝利し11勝。2011年11月場所は4日目まで1勝3敗と、絶不調。一時は途中休場も危ぶまれたほどだったが、その後は12日目で、春馬富士に敗れた以外は白星を重ねて11勝4敗。先週落結びの一番では白鵬を叩き込みで、 下し手に場所ぶりの勝利、さらに、白鵬の9回目の全勝優勝を阻止した。2012年1月場所は、初日から校長で相手を圧倒する相撲で13日目まで、連勝街道を走り、13日目に、白鵬、14日目も勝ち星を挙げ、千秋楽は全勝優勝をかけて白鵬と、対戦したが敗れて、全勝優勝はならなかった。14勝1敗で、 初場所を得た。優勝インタビューでは、日本に呼んだ母親と妻の喜ぶ姿を見て、人目をはばからずに男泣きしながらも、お母さんが生まれていなかったら、私はここにはいない。産んでくれてありがとうと、心からの感謝を告げた。場所後、12日目の帰省の里線で注文妻もを見せたことが横綱審議委員会に問題視され、当初は2場所連続優勝でも推挙しないという、 例外的な厳しい措置も示唆されたが、最終的に鶴田拓彦委員長が、薬力士は正々堂々勝負すべきと相撲内容を重視する方針を掲げた上で、12勝以上すれば議論になるのでは、準優勝でも内容が良ければ、とかなり甘めの基準を示すに至った。一方でこの場所後に審判部長に信任した鏡山は、次も優勝なら文句はない。 そうでなければないのではと考えを示した。2012年3月場所は初の綱取りに挑んだが12日目で参拝してしまい、昇進の最低条件として挙げられていた13勝、その後も春馬富士にしか勝利できず、翌2012年5月場所は11日目まで参拝を守ったが、その後連敗し優勝争いから脱落。先週楽では勝てば、 優勝決定戦進出となっていたキセの里を上手投げで下して優勝を阻止、楽便に存在感を見せた。2012年7月場所では初日から7連勝と高スタートを切ったが後半戦で星を落とし9勝6敗。これが自身を大関で最後に勝ち越した場所となった。2012年9月場所初日、海星との取り組みで土俵木はバルトの上手投げに海星が手をつき、 バルトの足が、票内に残っていたにもかかわらず、行事軍配は、改正のよりを有利に上げ、しかも審判団5人全員からも物言いはつかず、不運にも、黒星とされてしまう。バルト本人も、相手の手が先についてたのに、体勢は確かに悪かったけど、と納得のいかないコメントを出している。土評価で見ていた、鏡山審判部長は、バルトの体は、半分出ていたし、 流れは完全に改正。ビデオを見ながらならば手を挙げられるが、と言い訳するも、この直後視聴者から相撲協会へ抗議の意見が殺到した。二日目の壁山戦は勝利するも、翌三日目のガガマル戦では、土俵機はバルトの上手投げに軍配が上がったが、物言いの末取り直しに。その相撲ではガガマルに寄り切られ一勝二敗に。 この取り組みで場所前から痛めていた右足の怪我が悪化。右足親指剥離骨折により、全治1ヶ月の診断が下され、4日目から途中休場。これで2009年7月場所から続いた幕内連続勝ち越しは18場所でストップ。2012年11月場所は初の大関門番となった。初日の開成戦は送り出しで下したが、 二日目の小法残戦で、すくい投げで敗れた際、左太ももを痛めてしまう。翌三日目、左太もも裏肉離れで、全治三週間の診断により途中休場。その後再出場を果たせぬまま9日目に2場所、連続負け越しとなり、大関在位15場所目で自場所関脇への陥落が、決定してしまった。関脇陥落現役引退2013年1月場所は、 関分けの地位で10勝以上を挙げれば、一場所で、大関特例復帰だった。だが、二日目のこと将棋苦戦で早くも土、三日目の豪栄道戦も連敗するなど序盤から波に乗れず、十日目の春間富士戦で5敗となり絶対絶命に、そして十三日目の高安戦でついに6敗目を、喫したため、これで、大関特例復帰はならなかった。千秋楽の勢い戦は、 取り直しの末白星で終え、8勝7敗とギリギリ、勝ち越した。関脇け落場所で、大関復活ならずも勝ち越した力士は、戦後では1974年7月場所の大樹、以来39年ぶり2人目のことだった。翌、3月場所も勝ち越したものの9勝を6敗と一桁勝ち星だった。次の5月場所も三役であり、 戦後、大関開幕落後に3場所連続で三役を維持したのは、史上4人目。その5月場所は3勝3敗で迎えた7日目。結果的に、現役最後の取り組みとなった稀勢の里戦で寄り倒しで、敗れた際、古傷の左膝をまた痛めてしまい、翌8日目から、途中休場。結局再出場せず、翌、7月場所は2 0 0 しかしその7月場所も膝の怪我の回復が思わしくなく、左膝人体損傷で2週間の安静化曜を要するとの診断書を提出、初日から休場。同場所は先週落まで全休したため、翌、9月場所は十両へ陥落。元大関で十両転落者は第十、宮城山に続いて、史上3人目となる。2013年、7月場所後も再起を目指していたが、 膝の故障は一向に良くならずほとんど稽古ができないことから9月場所の出場が危ぶまれていた。そして同年9月場所前の9月11日、本場所の土俵に上がることなく、十両の地位で日本相撲協会に現役引退を申し出て土俵を去ることとなった。日本国籍を取得していなかったため、大関経験者として現役名のまま協会に残ることができる権利も、 利用できずに相撲協会を離れることになった。なお、大関経験者が引退後に即退職したのは、1965年3月場所全員引退の若、羽黒以来48年ぶりだった。在位15場所の短命大関に終わったが、戦後に昇進した大関の中で最高位が、大関の力士としては、こと風と共に、大関勝率1位タイの658を誇る。 故障がなければ十分に横綱をつかむ可能性があったと評されるゆえんである。9月場所3日目、NHK テレビの大相撲中継、幕内取り組み時に特別ゲストとして生出演、現役時代の思い出話などを自らコメントしていた。2014年2月8日に、各界で例のない一般公開型の断髪式を東京、両国国技館で行った。引退前より、 各界に残る意思はなかったと報じられており、エストニアの観光客誘致活動や母国での牧場経営などに携わると報じられる一方、アケボノが全日本プロレスへの勧誘を行っており、プロレスへの転身も噂された。引退後は実業家となり、エストニアで旅行業、2016年1月からオフィス来たのに所属し、タレント、俳優としても活動した。 2018年4月29日には同事務所を退社し5月5日祖国エストニアで国会議員になるため帰国格闘家としての経歴2015年10月21日12月開催の格闘技戦リジンファイティングワールドグランドプリー2015に参戦を発表本名のコーベルソンカイドとして出場を表明2015年12月31日 リジンファイティングワールドグランドプリー2015埼玉 3D エイスにてジェロム・レバンナの代役で出場したピーター・アーツと対戦。ス撲ート柔道のバックボーンを生かしたテイクダウンとパウンドを駆使して3から0の判定勝ち。デビュー戦を勝利で収めた。2016年9月25日リジンファイティングワールドグランドプリー2016無差別級トーナメント開幕戦の1回戦で 藤田和幸と対戦し、3から0の判定勝ち。2016年12月29日、リジンファイティングワールドブランドプリー2016、無差別級、トーナメントセカンドラウンドの2回戦で、出場予定だったイリープロハースカが、負傷欠場したため、大役の高佐勝吉と対戦し、3から0の判定勝ち。対角に任せて、塩漬けの状態にする。 その試合内容からブーイングが飛び交い、それに対し、バルトは、じゃあお前らがやってみろよ、とマイクで発言した。2016年12月31日 GP 準決勝でミルコクロコップと対戦し、ボディへの膝蹴りで小負け、総合初黒星を喫する。帰国、政界入り2018年のエストニア帰国後は、牧場や宿泊施設を経営。 2019年3月、エストニア議会の総選挙に、中道左派の中央党から出馬し時点で落選したが、1位、当選者が市長職に就くことを選び議員職を辞退し、2019年3月に、バルトが繰り上げ当選となった。極協力を生かした豪快な相撲が魅力で、左四つの体勢からのより、投げ、釣りを得意とした。相撲界においても、 海力と評される強い握力の持ち主であり、回しを取った際の安定感は特筆すべきものがある。通常の力士からすれば、規格外の懐の深さと腕の長さにより、肩越しの上み手など、多少無理な体勢でも攻めることができ、苦重親方に、相撲の概念が変わるとまで言わしめた。2012年の1月場所の13日目で、初優勝を決めた取組でも、こと正義を相手に、 肩越しから取った上手で相手を釣り上げての白星であった。また、その懐の深さで引き技もよく決まった。膝を負傷する前は、優れたスピードとバランス感覚も持ち合わせ土俵際の、際どい場面での逆転も見せていたが、荒削りゆえの強引な相撲を指摘されることもあった。膝を負傷して、以降は、この機敏さが影を潜めるようになり、 生命線でもあった肩越しからの噛手が取れなくなったり、今まで耐えられていた場面でも耐えることができなくなり、苦し紛れに引き技を打つが、決まらずに墓穴を掘ってそのまま土俵を割ったり、自分からバランスを崩してしまうケースが多くなり、番付を落としてしまった。膝の負傷後は、下半身の強化や相撲経験の進化によって、身体能力に任せるばかりではない正当派の4つ。 身の相撲を身につけつつあった。また、徐々に月押しにも磨きがかかり、2009年後半頃より、豪快な諸手突きや突っ張りが見られるようになった。この諸手突きは、物と高野花のビデオを見て研究し身につけたもので、ある。また、突っ張りに関しては、周の山親方が、かつての物の,のようだと評している。大関昇進を決めた2010年3月場所ではこの、 月押しが評価されて、技能賞を受賞したと言える。しかし、大関時代のインタビューでは、つい最近まで出し投げの打ち方を知らず、里山関に教わったと答えるなど、最後まで技術面には課題を残したまま引退した。その曲からすれば当然だが、四つ身の工房において頭をつけることは、極めて稀で、2010年1月場所のこと。 欧州戦を頭をつけて勝利した際のインタビューで今まで頭をつける相撲を取ったことがなかったとバルト本人が認めていた。しかしその反面左膝をはじめ高い位置から上手を取ると必然と膝が伸びこれが怪我を何度も誘引している可能性が否めなかった。また、上手の位置の都合上相手の差し実際北の海理事長は2012年11月場所 大関で2場所連続途中休場、福祉により関分け陥落したバルトに対し、しっかりと腰を割っていない。あれでは鍛えていることにならない、突っ立ったまま相撲を取っている。下半身を強化するべきだと指摘していたが、これが上記の不安を端的に説明した形となってしまった。この怪我の多さは、稽古不足によるところが大きく各界関係者や、スポーツライターは口を揃えて、 自業自得、ちゃんと下半身を鍛えていれば、横綱になっていたという、突き放した意見を口にしていた。引退会見では自ら稽古不足を食い入る一幕があり、最高位まで上り詰められなかった理由を、チャンスはたくさんあった。すべて私のせいと話して、自責を主張した。ありがとうございます。